みんな一緒に、日本語を、話します、聞きます、練習します。このクラスの、クラスでさまざまな国の人があります。いいです。因为在这堂课里面，老师不仅教给了我很多日本语的知识，还会让我们互相讨论、学习，然后在愉快的交流当中，可以让我们迅速地了解日本的文化，还有一些日本有趣的生活经历，能够让我迅速地增长日本语的知识。所以说，我非常喜欢这堂课，让我非常的开心和进步。日本語クラスは楽しいです。ちょっと難しいです。クラスね、話します。我很喜欢，老师是这样，很亲切。上课，我也学到了一些东西。有时候我那个记不清楚，但是老师很亲切，我很喜欢。一人で電車に行きます。có thể tự mình đi tàu và làm những việc mình thích. 先生とクラスメイトの質問わかりました。それから答えを作ります。教室はもう先生もいつも優しくて、もう詳しく説明をもうして、何か日本に住むために、もっと便利なことを教えていただきます。Comfortable in this class, and then.Yeah, it's good. みんなと話するとき、毎日新しい、日本語で言葉を勉強したらいいです。全部私がこの前に全然日本語使わなかったですね。でも この授業をして私が今ちょっとからだんだん日本語を使って喋りますね。少しもっと自信があります。日本語の会話です。I think it's very important toJust try to speak as much as you can, because if you never use it, you're never going to get used to it, get better at it. So everybody, please, 頑張ります。